はい、どうもみさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、今後、モバイルスイカへのチャージは 3D セキュアが必須に、一部のポサカードやプリペイドカードは対象外にということで、今回はモバイルスイカについてですね、この動画ではモバイルスイカでのチャージ方法にちょっとしたルール変更が発表されたので、そちらについて例を交えながらお伝えします。現在、モバイルスイカを利用されている方は見逃す内容となってますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは いってみましょう。ま、今回はモバイルスイカがお題ということなんですけども、このモバイルスイカはですね、これまで、ま、基本的にどんなカードでも、ポサカードとかクレジットカード、プリペイドカードでも、基本的にはどんなカードでもチャージができてたんですけども、今回ですね、2021年の5月の10日の発表より、今後ですね、3D セキュアがチャージの際に求められることになりますよということが発表されました。ですけども、Apple Pay でのチャージは可能ということになっております。 まあちょっとね、その詳細は公式ページを一緒に見ていこうと思うんですが、それがこちらですね、こちら Apple Pay と Suica のページなんですけども、こちらクレジットカード登録利用時に本人認証を求められましたというページなんですけども、それに対してのアンサーが、追加アプリケーションにご登録のクレジットカード及びモバイル Suica のアカウントを保護する目的で、当初はクレジットカード発行会社及び国際ブランドの推奨する本人認証サービス、3D セキュアの導入を進めておりますと。そうなんですよ。まだ特にですね、徐々におそらく 始まってるっぽいんですけども、今のところ進めていますと、以後、追加アプリケーションへのクレジットカード登録及び決済利用時には、 既存の操作に加えて本人認証を必要とさせていただき、本人認証サービス非対応のクレジットカードは、追加アプリケーションへの登録や決済利用ができなくなります、ということになります。まあ、この書き方なので、今現在は、まだ 3D セキュアが対応してないカードとかでもチャージはできるっぽいんですけども、今後はね、本人認証サービスが必要となると。なので、そのためですね、事前登録のお願いということで、本人認証サービス 3D セキュアは、インターネット上でのクレジットカード会社をより 安全に行うためのサービスでフィッシング詐欺やなりすまし悪用等によるお客様の被害、損害を防止する上で有効な手段の一つですが あらかじめクレジットカード会社の指定するウェブサイトにてパスワードの設定をお済ませいただく必要がありますということですので、ま、とりあえずね、このサービスがいずれ始まるということですので、ま、事前にね、本人認証サービスを設定してくださいということで、ま、例としてここら辺のカードが出てます。ま、スイカといえばね、ビューカードであったりとか、あと三井住友カードとか、ま、そういったあと楽天カードとか、ま、ここのね、リンクをクリックしたら、それ専用の 3D 席や設定の画面が出てきますんで、 もしね、該当するカードを持っている方は、ぜひ設定を先にしてくださいということでございます。ここにないところであれば、自分でググってね、カードの名前、スペース、3D セキュアっていう風うに検索すれば、おそらくやり方は出てくるかなと思います。で、プラスアルファの情報なんですけども、ここですね。本人認証サービスを利用したくない場合は、ということなんですが、 Apple Pay のオレットにクレジットカードを設定して、入金やチャージ、チケット購入時は Apple Pay での支払いを選択していただくこともできますと。Apple Pay のクレジットカード設定については、クレジットカード会社にサポートをお受けくださいと。なので、自分が持ってるクレジットカードでも、Apple Pay にもし対応してれば、とりあえず、モバイル Suica には一応チャージすることができますよということになります。 ま、今回のね、このルール変更をされることによって、例えばどんなことが起きるのかと言いますと、例えばあのファミペイのキャンペーンでファミリーマートでファミペイを使って何ト還元というのがあったと思うんですが、ま、ちょくちょくね、動画で紹介してきたと思うんですけども、もうそんな中であのバニラビザカードを購入したら、ポイント還元がされてますよという風なのも僕結構説明したことがあったと思うんですよね。こちらがそのバニラビザカードなんですけども、で、そのカードを使ってモバイルスイカにチャージをしてたんですが、このバニラビザギフト カードには 3D セキュアが備わってないので今後はですねチャージができなくなりますまあ、これまでできてたのがねちょっと不思議でたまらなかったんですけどもそれがいずれできなくなるということになりますで、他にもですねちょっと例を挙げるとそのプリペイドカードの場合はどうなるのかというところなんですが例えばですねこちらの3種類のカード 手前から、イデアっていうカードとバンドルカード、そしてポレットっていう、これ僕が持っているプリペイドカードにはなるんですが、ちなみにこのイデアはね、最近サービスが始まったカードの一つなんですけども、これらの3つのカードに関したら、3D セキュアであったりとか、アップルペ y に対応してないので、今後、モバイルスイカへのチャージができなくなるということになります。 このポレットですね。黒いカードに関したら、ちょっと動画で紹介したことはないんですけども、ハピタスっていうね、ポイントサイトで溜まったポイントをね、このポレットにチャージして使うことができてたんですけども、それが、いずれそのモバイルスイカへのチャージができなくなると。で、イデアに関しても、ま、調べた限りは 3D 設計にも対応してないし、アップルペンにも対応してないので、ま、こういった方法ができなくなるっていうことになります。この動画を撮影してる時点では、まだできるっぽいんですけども、いずれ塞がれそうですよね。 で、他にもこの4枚ですね。こちら、キャッシュ、aupay プリペイドカード、d カードプリペイド、そしてソフトバンク t カードですね。この4種類に関したら、3D セキュリティにも対応してますし、ApplePay にも対応しているので、一応ですね、今後モバイル正解のチャージは可能ということになります。 ま、この中で言えば、おそらくね、aupay プリペイドカードを使ってる方も多いと思いますし、ま、ちょっとね、キャッシュに関してはちょっとルールが変わったので、使われる方も減ってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ま、未だにね、人気のプリペイドカードだとは思いますんで、一応この4種類であれば、モバイルスイカにはチャージができます。で、気になるですね、今後のモバイルスイカのチャージの最適解はということなんですが、今回ですね、僕なりに3つ例を挙げさせていただきたいと思います。ま、ざっくりとした内容にはなるんですけども、まず1つ目は、所持してる還元率 の高いクレジットカードでチャージということで、もうこれはね、もう誰しもが思うことだと思います。まあいい例で言うとね、僕は持ってないんですけども、あのビューカードですね。あれでチャージをすればね。 モバイルスイカのチャージの還元率も高くはなるので、まあそういった方法でね、チャージするのもいいと思いますし、他のね、ご自身が持ってる還元率の高いクレジットカードでチャージするっていうのもありだと思います。二つ目は、還元率の高いクレジットカードで、6g 経由でチャージをするっていうことですね。まあ 6g っていうのは招待性のスマホ決済のアプリなんですけども、それを使ってモバイルスイカにチャージをすれば、まあ還元率も高く好きなクレジットカードでもチャージができるかなというふうにも思います。 例えばですね、こちら Visa の隠蔽クレジットカード、そして 6g、そしてモバイルスイカ、こういったね、順番でチャージをすれば、還元率も高くいけるんですけども、Visa の隠蔽クレジットカードに関したら、来年の確か4月ぐらいまで2%還元なので、そこからまず 6g にチャージをすると。 で、この 6g から iPhone のウォレットのアプリを使ってモバイルスイカにチャージをすることによって、まあ、実質ね、この LINE ポイントの2%分の還元を受けたことと同じ状態になるので、まあ、こういった方法でね、チャージするのもいいと思いますし、もう一つはこちらですね、先日ちょっと動画にもさせていただきました JQ エポスゴールドカードですね。僕はこの方法で、まあ、チャージしようかなというふうに思ってるんですけども、JQ エポスゴールドカードの場合に関したら、選べるポイントアップショップっていうのがあるんですけども、そこから、まあ、3つ選ぶことができるんですが、その中に ミクシーっていうのがあるんですよ、まあ、この六グラムっていうスマホ決済はもともとミクシーがね提供しているスマホ決済なのでそこで 選べるポイントアップショップでミクシーを登録すると。そしたらですね、1.5%還元でモバイルスイカにチャージすることができるっていうことにもなるので、まあこれらの方法に関したらね、まあご自身が一番最適な方法でチャージするのが一番いいと思います。ですけどもこの 6g でチャージをする場合に関したら、いつかですね、塞がる可能性というのが全然あると思うので、もし行う際はですね、もう自己責任でお願いします。とりあえず今はこの方法はできるんですけども、いずれできなくなる可能性もあるかもしれないので、ここは気をつけてください。 そして最後3番目なんですけども、今後のポサカードの購入は T マネーギフトカードということなんですけども、こちらに関してはですね、あのツイッターで僕が参考にさせていただいているあのペイノミさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方がツイートされておりまして、例えば先ほどのファインペイのキャンペーンでバニラビザギフトカードを購入することがこれまではね、良かったんですけども、 ま、3D セキュアに対応しなくなったので、ま、バニラビザギフトカードは使えなくなると。ですけども、今回はこの T マネギフトカードを使えば、ま、うまくいくんじゃないかなということで、ま、その理由がですね、つい最近 T マネがですね、Apple Pay に対応したんですよね。そのことから、ポサカードの購入は T マネギフトカードという理由がちょっとついてきます。ちなみに T マネギフトカードっていうのはこちらですね。僕まだ未だに見かけたことがないです。ま、ここにも出てるように T カードに T マネをチャージできるプリペイド型ギフトカードということで、 一応販売されてる場所はファミリーマートとか確かウェルシアっていう風に出てましたね。なので流れをお伝えすると、例えばファミリーマートのファインペンのキャンペーンがあった時に、もしですね、今後、T マネのギフトカードを購入して、あとは T マネギフトカードで T アカウントにチャージをすると。そして最後に Apple Pay で利用すれば、 一応このルートがファインペイの時は使えるんじゃないかなというふうにも言われております。まだね、今のところファインペイのキャンペーンがないので、僕はちょっと利用することは今のところはないんですけども、こういった方法もね、一つ参考になるのかなというふうにも思います。で、今回初めてね、僕も T マネーアップルペイに設定していまして、一応ですね、iPhone でチャージをする時の画面がご覧のような画面となっております。 この画面の行き方は iPhone の設定からウォレットに入りまして、そこのモバイルスイカを選択して金額を入力すると、あとはチャージをするときに、ここの Apple Pay の段階で t マネーを選択すれば、 チャージができるっていうことになります。で、念のためですね、ちょっとファミリーマートの店内で、ポサカード売ってるコーナーのところに行ってきたんですけども、よく見かけるカードはね、そこら辺にアマギフとか、iTunes カードとか、g o Google p プレイのカードとかあったりするんですが、ちょっとね、T マネギフトカードに関してはちょっとなかったので、別の店舗とか、他のところに置いてるんじゃないかなっていうふうに思います、まあ。もしかするとね、僕が見つけきれなかったのもあるかもしれないんですけども、もし見かけた方はね、先ほどの方法をちょっとね、参考にしていただければと思います。 ということで本日お伝えさせていただいたことをまとめです。まずはモバイルスイーカーでチャージする際に今後 3D セキュアが必須になりますよということですね。ですけども Apple Pay にもし対応していれば 3D セキュアに対応してなくても OK ですよと。も、ま、う、あ、おそらく大体のものが 3D セキュアに対応しているものばっかりかなと思うんですが一応この方法であれば Apple Pay に対応していれば大丈夫ですよと。そして今後ペイのキャンペーンとかがあれば今お伝えした T マネーギフトカードがありかもしれないということですね。まあ他にもね何かしらの最適解があればぜひコメント いいただければと思いますまあ、そんなこんなで今回は、モバイル Suica のチャージに関することについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあね、ちょっと内容的には若干ね、ネガティブっぽい内容にはなるんですけども、3D セキュアに対応してないカードしか対応しなくなるっていうことは、まあ考え方によっては結構ね、 セキュリティとして高まってるってことになるので、まあもちろんいいことといえばいいことなんですよね。まあですけどね、こういった僕のようなポイ活とか、ポイントを使ってうまくチャージをしてるとか、そういった方からすれば、かなり今回のね、ニュースは痛かったのかなというふうに思っております。まあ、チャージの方法に関してはね、本当に人によってこれがお得とか、この方法が一番ベストとか、絶対変わってくるかとは思いますので、それに関してはね、 一番ご自身が最適な方法を選んでいただくのが一番ベストだというふうにも思ってます。ちなみにですね、ちょっと Android に関してはあまり僕全然詳しくはないので、もしね、Android の方いらっしゃいましたらこういった方法がお得ですよとか、今後はこういった風に使おうかなというふうなことがあればですね、ぜひコメント欄にも書いていただければなというふうに思っております。今回解説で利用させていただいたモバイルスイカに関してのリンク2つ貼っておきますので、詳細気になる方はぜひこちらもチェックしてみてくださいということで。 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました